会合でございます。ご案内となりましたので、会見を行わせていただきます。本日のテーマは、本日の職員組織、これまでの何とか、お伝えしておりますが、このテーマでございます。説明のお呼びに差し出しますと、本日は配信料がたくさんございますので、そこがないかどうか確認をさせていただきます。まずは、A4 1万円で献金の受給に行こうとしてくる本文、それと、その後、献金資料を受けて、A3 番の献金の受給に2万円もございます。本日はこの資料を中心に、説明させていただきたいと思います。それから、その後、献金資料の2と3が、A4 番でございます。献金資料には、本州の受験とするときで、これはパワーポイントを持っていきます。この資料は、予定通りであれば、本日は国の方で、受給検証委員会、こちらの方に提出した資料でございまして、こちらの検討資料2の方は、北海道電力の本州の受給とするときで、ご覧になっているものでございます。それから、検討資料の3、こちらは伝承に基づく報告、今週10月9日ですか、警察庁からございまして、それに基づいて各社が報告した時期のデータでございます。それと、あと参考資料が、営業の人間参考資料と書いた、夜間蓄熱型機器の蓄熱時間機械の蓄熱機について参考資料。それから、A4 番で横で、被害で参考を書いたのが2枚でございます。以上が本日お伝えした資料ですが、承知ございましたでしょうか。続きは、1点だけ、資料の中で A3 番の、この資料ございますが、これの2ページご覧ください。気軽に発信施設の計画外提出、計画外提出、リスクリスクというのがございまして、これは皆様の中にも何度かご紹介した資料でございます。ここで、最初のところに昨年度の海水力発電設備の提出、提出の取得を3時しますが、これをご案内したところでございます。その次のところで、先ほどの最大値を今まで火力発電設備の最大実績ということで87万5千キロワット、これでご紹介してご案内差し上げてございました。で、上の方の平均値は水力火力の、トータルの平均。